多分その自分が配信したくなるっていうサイクルが5月124もう病気だよもう。5月俺128時間やってんだけど。120、あ、個人放送で119時間。あ、4月が54時間。へえー。3月158時間ってどういうことだ何が起きてるんだね、なんかさ、ね、年度別見たいこれ年度別。年度別見よ、年度別。去年のデータ。 総配信時間6000時間。おい返せおい返せこの6000時間を、俺の。返せ俺の6000時間。俺の6000時間返せ。2017年見てみようか。あ、そうだよな十二月百12月161時間。お、さ俺これぐらいから頭おかしくなってきてんだよ。 俺これぐらいから俺の頭おかしくなってきてるなっていう予兆は感じてる。12月の161時間、1時間から1月131時間、2月100時間、3月158時間。そう、俺なんか自覚症状あるんだよ。去年の12月ぐらいから俺の頭おかしくなってきてるなっていう自覚はある。2016年。あ、<laughs> ほら。そうね、100なんていかねえんだよな。えぇ、ー、今月100時間もいったーってさ。 俺的に思ってたんだけど、もう平均100時間になってんじゃねえか体が持たねえ。2015年。2015年とか全然発信してないです、多分。15時間。<laughs> 2015年4月。15時間。何があったか、と順次に。一体。2014年。<laughs> 6時間、2時間。 あやっぱ8月は統計的に、やっぱ生放送したくなるんだね。いや、2015年もう仕事してなかったはず、俺。あれ ?2015 年してたっけあー、ぶっ倒れた時だ。8月してたわ。いやー、この時しんどかった、マジで、本当に。もうやめよう、思い出すのやめよう。マジでしんどかった。<laughs> ああやっぱそうなんだ。20時間とか30時間とかなんだ。うぴょっちは月200時間だぞ。やっとけや、ずっと。青みて大事。嫌です、僕。配信以外のこともしたいです。て、俺、ここがおかしいと思う。いや、ま、まだわかるよ、これって。俺、ここおかしいと思う。162時間。ちょっとさ、振り返ろ 雑談、雑談、ドラクエ、ライバルズ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 、PUBG、PUBG、PUBG、ポケモンセンター、ポケモンセンター、PUBG、PUBG、ポケモンセンター、ポケモンセンター、PUBG、酒飲む男、PUBG、PUBG、ポケモンセンター、ポケモンセンター、あ、あ、PUBG、ポケモンセンター、ポケモンセンター、PUBG、暗黒放送、カッさんがやってきた放送、しかも俺あれなんだ、あの、緑さんの放送出ながら百六十一時間。 ポケモンセンター、ポケモンセンター。ポケモンセンター、ポケモンセンター。安民ポケモンセンター。ポケモンセンター、PUBG。GTA、GTA。二個飯。一人でも寂しくない。雑談、雑談。ハイパーメリークリスマスチャッティング。あー、なるほど。PUBG。去年、昨日とは一味違うとこ。釈、うんこちゃん、スルカモンキー BG。ー。年末スペシャル雑談。みんなに知識を。なんか大したことやってねえな。こうやって見ると。 の、no、1月見ようか。<laughs> 1月1日、タイトル、ウルフ。これな、おい、この枠の俺、説明しろ。なんだ、ウルフって。おい。何が起きた ?2018 年1月1日、タイトル、ウルフ。かっこよすぎるだろ。ウルフ。ウルフだ、俺は。 雑談。好きだねー雑談。昼飯食いながら雑談,雑談。ハイパー雑談、ハイパー雑談。ただの雑談じゃない。ハイパー雑談だ。ツボジジイえ、ツボジジや、ちょっと待って。ツボジジやってもた、あれ、クソやってただろう。それで約31時間か。5月すげえな。なんだこれ何が起きた大して俺5月公式放送なんか出てねえよな。 多分レギュラーのやつだけしか出てねえぞ。あ、人狼やってたのか。バイオハザード。いや、最近じゃん。え、5月あは分かった。犯人こいつだ。おい、見ろ。こいつだ。犯人が見つかりました、皆さん。パワーフェスです。犯人が見つかりました、今。すぐ見つかりました。あ、金年時期もやったな。え、こんだけで120時間も行くの につけた。うんだってさ、こうやってなんかデータ残ってるとおもろいよね。ねえ、俺さ、ちょっと待って、みんな、聞いてくれ。俺の人生の総配信時間、6000時間だって。ねえ。6000時間だって。やばくね 日数計算で250日なんだん資格取れるレベルしかも俺のこの6000時間のうちの5400時間は録画保管されてんだぞやばくね保管されてんだぞ5400時間 風呂枠までだよって昔よくやってたよね。風呂枠までだよっていう枠。で、風呂入いたらみんな、まあちゃん行ってくるねっ。つって、入るっていう。あったなぁ。最近やってねえなぁ。昼飯食いながらとか。風呂枠までだよっていうタイトル。いじ意上にあったよなぁ。風呂枠までだよ。2013年によくやってるらしい。ちょっと見ようか。見たい。 タイトルみたい。な、意外と凝ったタイトルつけてるかもしんないから、ちょっと見てみようぜ。ね、ちょっと、あ、あ、いつもと違う振り返り方しねえかタイトル振り返ろうぜ。で、ね、タイトルかわかじゃ今からさ、タイトルかどういう枠か。タイトルから、うんこじゃんけんですべ。タイトルから、どういう枠か当てる枠っすべ。それやる、今から。え、ね、ニコ生革命。これはわかるわ。 酒飲んでベロベロになったやつだよな。2013年1月だって。何が起きたのかわからない。これおそらくニコ生革命後の俺だろうな。2013年1月3日、モコ初めてモコがうち来たのか、俺。かな何これパワープロ一本勝負。 いやー懐かしいこれうんこちゃんのコミュ超懐かしいおい消えちまったこれこのサムネ超懐かしいえ待てよってことはおもっと昔に戻ればちょっと待ってニコ生のコミュのあれみたいニコ生でやってないか <laughs> ポケモンカード俺本当変わんねえな俺ポケモンカードこの時期からやってんのかよおいなあ 俺10年ポケカやってんだけど、なあ、卒業しないいい加減。10年間ポケモンカードやってる。あ、ニコ生やってる。ちょっと、ニコ生のさ、コミみたい。あこれ、2010年1月29日。これ俺が初めてニコ生やったやつだ。みんな。あ懐かしい来場者 !30 分やって来場者699人。 頑張ってるな、うんこちゃん <laughs> な一番最初。パワープロ8実況プレイしてやんよ、番外編。<laughs> でもコメント相変わらず多いね。タイトル、あ、さ、ぬしこめ、見てもよし見なくてもよし男気溢れてるね。へ いやーこの放送でもなんか俺すげー緊張した覚えがあるわ。ああ、夏休み企画。ああ、なんかさ、この、で、この時にやってたさ企画パクろうぜ。夏休み企画。全国のおすすめスポット。写真展示,写真展示会。え知らねえ。なにこれ。<laughs> みんなからの歌披露。<laughs> みんなからの歌披露。してる。 ワっちゃんとゲームしてるねパイゴンクソの懐かしいパイゴンうん正直俺ね2015年ぐらいからねかなりね精神成熟してるはずなんだよ自分おとあの人としてあーこれもおもろかったねこれもおもろかったね 初めて100時間超えたの、ここだ。一番最初の真夏のフルパワー配信の、えー、俺この時のみんなのコメント今でも覚えてんだよ。すげーこいつ今月100時間配信したぞーって言われたら覚えてるので、ね。で、俺も鼻が高かったの。お前、そうしたらこれよ、もう。<laughs> これもんよ。<laughs> なんか別に長く配信してやろうなんて今年一回も思ってるんだぞ。一回も別に時間気にしてねえのに、これよ。158時間。3月。インフレ。インフレーション。もうおかしい。<laughs> なあ。死のうみんなで。なあ。死のう。俺たち。生きてる価値がねえよ。 この辺とか、おい、やべえじゃん。3割、おや、これ3割三0本100打点じゃん。ねえ。これ、ウィキに並んでたらさ、気持ちいいやつじゃん。野球選手の。アルバート・プー・ホールスじゃん。2000年代の。ねえ。アルバート・プー・ホールスだぞ、俺。3割3分40本120打点だぞ。気持ちいい。え、今年、んえ、今年はあー、悔しいだっ だったらこれ100時間やっときたかっただったらこれ100時間やっときたかったよ、畜めっちゃ悔やまれるんですけどなんか水増しようぜ、水増しなんとかして。探してくれば25時間ぐらいあるんだろう探してくればなあこれ計測間違いじゃねえか !247 時間ってえげつねえなこれ。 1>, 1日平均8時間やってるってことでしょなあバカじゃんこれ247時間だと <laughs> ああドラクエおもろかったな俺別になんか特にこれといってやってねえよなラスアスラスアスって去年ああダウンロードコンテンツかへえ ああ、パあプあロ面白かったね、これね。うわ、なんかめっちゃいろいろなこと、<laughs> めちゃめちゃ、めちゃめちゃいろんなことやってるね。<laughs> いやこれ面白かった。今年も絶対やろうね。新潟から帰ります、今年も絶対やろうな。この、本当に無駄な二日間、絶対すごそうだ。 うわあクワガトりに行こうぜーっつって、大して捕まえる気もなく、どっか遠出して、準備だけして遠出して、よし帰るべーっつって、夕白書を歌いながら帰ってくるわ。やろう。う今年も。で、ね、今年も遊戯王やろう。遊戯王をやろう。今年も。遊戯王を。やろう。王王やろうえ、ね、このマザー2ってさ、なおこが大好きの枠違うよね 違うかなそうねえ待ってあれから1年経ってんの怖い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 え今年の2月とかじゃないのあれえ違うでしょこれ違うだろう嘘でしょ本当にそう怖くねえあれからもう1年経ったってこと どうしてもカニが食いたい男いいねどうしてもカニが食いたい男いいねタイトルがいいね <laughs> へえああビップマリおもろかったなこれなこれおもろかった何時間やってんだこれ俺これ寝てねえよな6時から始まって次の日の <laughs> 24時までやってるわ で、そのまま次の日イベルト行って帰ってきてビップマリオ。吉 <laughs> 芸だわ、おい。吉芸。吉芸がいる。見ろ、このスケジュール。8月25日の夕方6時から次の日の26日二24時までビップマリオをやって起きてイベルトのイベント行って帰ってきてすぐ枠始めてえー、次の日の6時までやってる。 で、その後、ニコラジ行って、帰ってきて雑談して、そのままビップマリオ。鬼。ビップマリオしてからの佃に乗りよ。これどうこの流れ。みんな。これ何かのメッセージかもしれないな。俺の。ビップマリオしてからの乗りよ。これどうみんなどう思う いいいい流れだなこの。この流れ。いい流れ。<laughs> いや、やだ、裏面だけとか全然風情がない。はっきり言って。いや、裏面だけとか全然風情がない。最初からやれねえとダメなんだよ。このゲームは。意味がねえんだよ。意味がない。<laughs> でもうそ、そ おととしの時点で、今年でビップマリオ最後ねって言って、去年はもう、なんていうの、おまけ、スピンオフ的な感じでやったから、もう本当にできないわ。いいゲームだったな。いいゲームだった。簡単なところから積み上げていくのが、ビップマリオ2周目あれ。なんで俺、そんな、強くてニューゲームみたいなことやんなきゃいけないんだよ。 おい、誰か作ってくれビップリモザードおリモザおちょ、俺言うわ。あの、いつも新作ゲームで許諾が降りてないゲームは、まあ、基本的に2ヶ月ぐらいは、一応な、あの、怒られっといけねえから、お、置いてやろうっていうスタンスやってるけど、俺1個だけ言う。リモザード2だけは、発売当日にやるわ。0時にやる、みんな。リモザード2だけは、0時にやらしてくれ。頼む。それだけはやらしてくれ。 予約枠で。あれ、俺の10万人企画の生放送だったのに、かなり、えー、ここ2年ぐらいで一番手応えのない実況だった。なんだかんだ、なんだかんだ、ちょっとはなんか、ああ、まあよかったね、みたいなゲーム、なんか伝えられる部分があるっていうのが、俺、心情としてやってんだけど、あれは、何もなかった。俺は、何も立ち、もう手も足も出なかった。初めてだな。 なんだこれはって。逆にテンションめっちゃ上がってたよ。何もできなかった。で、その、もう悔しいから、俺の視聴者は自分が、俺が下げられるのを嫌うから、いやいや、スタッフロールのところ面白かったよって、なんとか見つけて、苦肉の先に、苦肉の先,先に見つけてきたのが、スタッフロールが面白かったっていう。そこに帰結した、俺たちの感想は。だから俺は負けてない、みたいな。 引き分け。あれ何時,間何時間ぐらいやったっけあれ9時間ぐらいやったよな。あれ9時間ぐらいなんとか試行錯誤してやって、最終的にはスタッフロールが面白かったって。いう結論に至った。俺もマジ切れそうだって。こんなクソみたいなゲームこんなに関与してやがってよって。確かにそういう話だったよな。このゲームどんだけの人間が携わってんだよって。もっと誰かしら何かしらで言うことがあるだろうって。誰しもが言う。 誰しもが思う感想を俺は述べただけなのに。